皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。年始めの八王子アクションはこれもう本当まさに八王子らしい、光景となってしまいましたけれども、雪の中での八王子アクションです。八王子アクション5年目になるんですけれども、まあ、もう丸5年ですね、始めてからなんですけれども、5年間で雪の中この集会やるっていうのはもう初めての経験です。今日はもしかしてこの後中継車が来て八王子はこんなに雪が降ってますよなんてニュースでやるかもしれませんけれども、その中こうやって屈強にもあの集会に集まっている市民がいるとなると、多分きっと全国の皆さんびっくりすると思うんですね。あ、東京の中でも八王子はすごいなっていうふうに思うと思います。なので今日はとっても寒いんですけれども、頑張って年始め厳しい寒さと、まあ、状況もかなり厳しい状況となっておりますけれども、これをね、あの跳ね飛ばして、まあ、この冬はですね、待っていれば春が来ますけれども、私たちの政治の春はですね、待っていても訪れないので、私たち頑張って、本当に私たちの未来の春を越させたいと思います。今年もよろしくお願いします。頑張りましょう。で、あの集会中のお願いなんですけれども、まあ、とても寒くて皆さんついつい固まりがちなんですが、あのどうぞ点字ブロックのところだけは避けて、ください。点字ブロックのところだけは避けて、端っこの方に、集まって固まって集会に参加をよろしくお願いします。あと通行の少し通行の妨げにならないように、ブロックごとに少し分かれて、ください。よろしくお願いします。ではですね、まず最初に開会の挨拶を行いたいと思います。今月の開会挨拶は金八デモが担当になっております。西田さんお願いします。皆さん雪の中ご苦労様です。金八デモの西田です。金八デモは、もう8年目に入りまして、昨日318回目のデモをしてきました。ちょっと嬉しいニュースを一つ皆さんに、あ、もう知ってらっしゃると思うんですけども、広島高裁で昨日あの、伊方原発差し止め、この判決が出ました。それも期限なしで、火山とそれと活断層ですね、その2つで地震の恐れがあるということで、もう本当に、差し止めです。多分永久に差し止めしてほしいとお願いしています。すいません、原発のことばっかり言っておりますが、今日は、54回目のノーモー八王子アクションです。今菱山さんが言ったように、5年目に入りました。野党共闘を目指して、そして市民の力で私たち草の根で、頑張っていきたいと、ずっとこの4年5年やってきました。あの本当にこの力を生かして、草の根で、みんなが連携して、そしてこの萩生田と、そして、あ、名前言っちゃったんですけどあ、ちょっとあの、安倍政権を倒す、そして 中東の覇権などというのを閣議決定です。決めてしまうような、私の中ではマルクス・イメルダ独裁政権にもうとても近いと思っております。通していくために私たちも八王子から頑張っていきたいと思います。54回の開会の挨拶といたします。西田さん、どうもありがとうございました。それではですね、毎年恒例で八王子アクションはあの素晴らしい神主さんがいらっしゃるんです。あのなので毎年八王子アクション年始めには祝詞をあげてもらっています。今年もですね、この雪の中ですけれども、奥田さんに祝詞をあげていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではお祓いと本年の私たちの活動を応援する神で神様にもお願いをしたいと思います。わけまくもかしこきざなぎのおかみつくしのひむかの立ち花のおどのあわぎはらにみそぎはらいたまいしときになりませるあらえどのおかみたちもろもろのまがんごと積みけがれあらむおば
あらえたまえ、清めたまえと申すことをお示せと、かしこみかしこみもまおす。かけまくもかしこきことひらのおおかみ、やおよろずの神たちをうやまいつしみも申さく、あらたまの年のはじめに、教師を魚八王子アクションに集い来たる者たち、本年も心をいつに我が国の平和安穏を恋のみ忘れて祈願の祝詞を奏上す。去る年にも悪しき心根の異性の者たち、戦ごとの企てを推し進めんとし、国会に諮ることなく中東への自衛隊派遣を強行決定をなし、我が国の不戦の誓いたる憲法9条の改変の意図をもって、米国追従の沖縄辺野古への美しき海と不法不当な土砂投入の暴挙を続行したるは、狼たちの許すところにあらず、狼たちはこれらを咎めたまい、いさめたまいて、これらの企てを墓見たまえと、かしこみかしこみ申す。今日ここに集い来たる者たち、旗絵にしある者たち、本年病ごと事故、煩わしきことなく、愛なごび、愛むつみ、愛この月のさまざまな活動に力を尽くし、新しき世を開かんとするとともに、開運祥福の願い叶えさせたまえと、かしこみかしこみもまおす。どうもありがとうございました。拍手お願いします。はい、こんな始まり方をするの多分全国で八王子だけだと思うんですけれども、素晴らしい祝詞ありがとうございました。それではですね、リレートークに移っていきたいと思います。年始めの一発目のリレートークは、去年ですね、私たちよく街頭宣伝やってるんですけど、本当に雨で数名でですね、街頭宣伝やっていた時に初めて参加してくださった方がいらっしゃいました。で、聞いたら学校の現役の先生で、今日はですね、忙しい中都合をつけてきてくださり、スピーチしてくださることになりました、中川さんです。中川圭介さんです。お願いします。お願いいたします。今日は、私都内で特別支援学校で教員をしております。あ、すいません。今日は萩生田氏が文科大臣になって不安なことということでお話しさせていただきます。昨年9月に萩生田氏は文科大臣に就任して、今約4ヶ月経つわけですけども、やっぱりそもそもやっぱり学園問題、学部設置問題の、中心人物であるという時点で、ちょっと大臣としてどうかなっていうのが正直、これは教員というより、市民としてそう思います。また皆さんもそう思うと思うんですけども、彼が就任した毎日新聞初期、学園の大学獣医学部設置新設について、官房副長官だった萩生田氏から官邸は絶対やると言っていると対応を迫られ、家計学園が有利になるよう特区のルール変更も、されたということで、そういう記録が残っているっていうところなのに、官邸の圧力とかで、そういうのが本当に隠れちゃうっていうところは大問題だと思います。それに加えてですね、現場の教員という立場から言わせていただくと、やっぱ彼のなんか社会とか教育に対するその認識のこう抜け打ちみたいなものが、とても心配で、これまでの現場の積み重ねとすごく逆行するものであるっていうところが本当にとても心配です。具体的に申し上げたいと思います。例えば彼が就任してすぐ後の9月25日記者クラブでの、彼の発言なんですけども、彼の発言なんですが、どの発達段階で LGBT への理解を求めていくことが子どもたちにとってふさわしいかは、
私も判断できていないし、いろいろな意見がある。こういうふうに彼は述べているんですね。つまり、まあ、性的な少数の方のがいるっていうことに対する教育っていうのを、なんか、早い段階でするのはどうなんだみたいなことを彼は、なんか言ってたんですけども、その性的少数の方っていうか、まあ、特に子供とかって、まあ、大人もそうかもしれないですけども、自殺率だったり、うつとか、あといじめに遭う率っていうのが、やっぱ普通というか、まあ、その多数派のお子さんよりやっぱ高いっていうのが、これデータで出てるわけで、まあ、そういったところだけ見たとしても、まあ、その性が多様であるっていうことをもう早いうちからしっかり教育っていうところでやっていくってことは、まあ、社会の多様性を担保するっていう意味でもそうですし、まあ、そういった当事者の子どもたちの命を救うっていう意味でも本当に大事なんですね。で、例えば世界的に見ればもうユネスコではだいぶ前にそういったことも含めたガイドラインとかも出てたりしてて、やっぱり性のあり方が多様であるっていうのをもう早くから学ぶっていうことはもう世界的なスタンダードにもなりつつあるんですけども、でだから日本もこれからどうやってそういうふうに性が多様であるっていうのを早い段階から教えていくかっていうのを多分こう具体的に考えていかなきゃいけないっていうフェーズであるにもかかわらず、ね、それをトップで牽引していかなきゃいけないはずの萩生田さんがなんかそもそも多様性について教えるのはどうなんだみたいなことを言うっていうのは本当にとても心配というか、日本の教育がどれだけ後退しちゃうのかなってすごく心配になります。今のはその彼の9月の発言です。で例えばまたその次の10月、去年の10月だったら多分これは皆さんよくご存知なので、例の身の丈発言ということで大学入試に関するところの、まあ、敏感神経入れるどうの、経済的に困っているご家庭のお子さんはこうその機会に恵まれないんじゃないかみたいなところで、その辺なんか身の丈に合わせて頑張ってみたいなことを言ったっていう例の問題ですけども、まあ、皆さんよくご存知かと思いますが、その親の所得っていうのとその家庭のお子さん その学力っていうのは比例するんですね。つまり所得が高いご家庭のお子さんはもうそれだけで学力が高くなって、所得があまり高くないご家庭のお子さんはそれだけで所得が低いというのは、これはもうデータとして出てて、もうこれ最近でもよく話題になるって最近ご存知になった方も多いかと思うんですが、これはもう20世紀の段階からずっと言われてて、ただ1970年度とかでもアメリカとかでずっと言われて、だからもう本当50年近くもこれはその格差、その家庭の環境の経済格差がその学力の格差につながってしまうって、その格差の再生産っていうのは、まあ、教育がどういうふうに止めるかっていうのが、まあ、ずっとこう努力とかこう議論がなされてて、まあ、それがなかなかうまくいかないでどうしていくかって、そこを苦しんでこう頑張ってるっていうところで、なんか そういうことへの認識がそこまで抜け落ちたような発言をしてしまうっていう、むしろ逆行するような発言をしてしまうっていうのが、それがその何ですかね、教育の一番こうリーダーになるべき人がそういうことを言ってしまうと本当に困るというか、本当に不安というか、まあ本当に今現場も、まあ、どんな人がリーダーでも頑張るしかないんですけども、大変ね、そうじゃない方にリーダーになってほしいなと思います。でまあその身の丈っていう部分だけが、まあ、なんか上げ足取りじゃないかみたいなことを言う人もいるんですが、そうじゃなくて、なんか例えば他のところでもなんかあいつ予備校通っててずるいというのと同じみたいなことを言ったりとか、やっぱそのなんか経済的格差なくても努力でなんとかなるんじゃないかみたいな、そういう発想でこうものをやっぱおっしゃってる、そういうところがやっぱ問題なわけであって、なんか精神の仕事っていうのはそういう格差とかでこう不利益不利益ができちゃうところを埋め合わせるっていうのは政治の仕事だと思うので、なんか、ね、ご自分のお仕事にこうそぐうこうご発言というかお考えを持ってほしいなというのを本当に思います。はい。で今の10月のお話で、例えば、去年の11月、これ教育新聞ですけども、これ萩生田さんの発言 で私が、文科省在任中に1人1台の端末きちんと画像が動くような高速ネットインフラを整備したりと、これなんか安倍首相もその4000億円以上の予算を費やして、まあ、なんか日本の IT 教育におけるパソコンの普及、PC の普及の、まあ、遅れを理由にして、なんか1人1台の子供たちに端末をっていう話だったんですけども、今現場で必要なのってそこじゃないんですよね。まあ、その PC1 人1台とか大事だとは思うんですけども、やっぱり何年も人手が足りないと、ですごく過重、労働環境が悪い中で、やっぱ
その1人1台 PC っていうお金をまずその人とか、なんか本当に大事なところにこう先にあのぜひ入れていただきたいと本当に思います。なんかまあ本当に先ほどいろいろ申し上げましたけれども、なんか萩生田さんに言いたいのは何でしょうね、まあ、安倍さんにも言いたいのは、本当にこう現場の子どもたち、本当に何だろうな、その本当ミクロなところのこう困り感とかそういうところに寄り添った、なんか本当に形だけじゃないというか、こうお金の使い方とかを本当少しでもしてほしいと思います。はい、以上です。すいません、まとまりました。中川さん、どうもありがとうございました。本当にね、萩生田さんのねことがもう、文科省になって教育が本当に変わってしまうんじゃないかという危機感を抱いて、養護学校の先生が八王子に来てこれでスピーチしてくださいました。本当人手が足りないというのはもうまさにそうだと思うんですね。もうパソコン普及しろとかそういう話じゃないんですけど、ということをですね、現場の意見から聞いて、あ、本当にそうだなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではですね、次です。オスプレイの問題、これはもう八王子の問題でもありますね。八王子の上空をオスプレイが飛び交っている、八王子で飛び交っているってことはですね、お隣の日野市も相当な被害を受けているんです。で、日野市の、オスプレイの危険と配備を考える日野懇談会の蛭田さんが、いらしておりますので、スピーチをお願いしたいと思います。お願いします。こんにちは。オスプレイの危険と配備を考える日野懇談会の蛭田と申します。お隣の日野市に住んでいるんですけども、なかなか八王子駅に降りるってことが少なくて、多聞山にはよく行くんですけどね、この八王子の駅に降りたのは実は久しぶりで1月7日に来ました。その時に何のために来たかというと、七福神巡り、八福神なんですね、八王子はね。八福神巡りを、日野の健康友の会や年金者組合の仲間と一緒に24人で来た時にまずびっくりしました。何をびっくりしたかっていうと、C130 という大型輸送機が3機編隊を組んでこの上をね、急旋回してるんですね。三角形になって頂点にあって、あと2機がこうね、三角形の、三辺をこう三角を作るっていうのかな、それでもって急旋回してこんな傾いてるんですよ。びっくりしました。でそれを七福神巡りの間、3回見ました。これは全く日野市の、ね、空と同じだなって、もう当たり前ですよね、お隣ですからね。そう思ったんですけど、初めて八王子でその姿を見て、私は本当に八王子の皆さんと一緒に頑張らないといけないなってその時改めて思いました。日野市ではですね、横田への、ルートの真下にあるんですね。多分グアムとか、アメリカ本土から来る飛行機が多摩丘陵の切れてるところありますね、長沼とかあそこら辺のところです。切れてるところを目指してやってくるんですね。でその飛行ルートの真下にある日野市なんですけれども、だいぶね、状況は変わりました。一昨年の6月に正式配備されたんですね、CV22 オスプレイってやつ。これは特殊作戦をする、オスプレイなんですね。オスプレイご存知と思いますけども、2種類あります。 MV と CV と。 MV の方は輸送なんですね、兵員を輸送したり物資を輸送したり武器を輸送したり。ところが CV というのはこの間のソレイマニー氏が暗殺されました。ああいう暗殺だとか拉致だとかをする、特殊部隊なんですね。横田にあるその CV20 配備された。あれからですね、一昨年の6月から状況が一変しました。どう一変したかっていうと、今までは飛行ルートで通ってただけかなと思ってたやつが低空で、夜間無投下、
明かりをつけないで低空で飛んでくるんですよ。そしてもうそこのとこに住んで、その近くに住んでいるマンションの人たちはぶつかってくる、もうオスプレイがぶつかってくるんじゃないかっていう、そういう恐怖を感じながら生活をしております。で、ところがですね、無灯火で来るだけじゃないんですよね。無灯火で来て今年になってパッと日野市の上空になって明かりをつける、逆に、ずっと明かりをつけてきて日野市の上空になって明かりを消す、そして、低空で飛んでいく、そういう訓練をやってるんですね。それ何の訓練かって、私沖縄でもね同じことがやられているので、沖縄に行った時、聞いたんですけれども、今のアメリカの戦争はソレイマニ氏の暗殺に見られる都市制圧型なんですね。だからそういう低空の飛行住宅街の上でやるのはその作戦上必要なんですね。ところがアメリカ国内でも他の外国でもできないんです。日本だけしかできないから、だから日本でやるんですね。こんな屈辱的な状況はごめんだということで、日野市議会に去年9月に、請願を出してやめるように、政府に申し入れなさいという要請書を出しました。で、短期間で1500名の署名を集めて、議会に提出したんです。残念ながら自民党公明党の反対で通りませんでした。なんて言ったかというと、そういう危険な訓練をやめさせることは日本の安全にとって問題だと、危険にさらす、逆に危険にさらすっていうのが自民党さんの意見です。それから公明党さんは、市議会がそんな意見を出すことは、国会の権限であって、ないんだというようなことをね、言って、そっぽを向きました。こんな状況を変えていくために、ぜひ、八王子の皆さんと一緒に頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。私長沼の町民なんですけど、長沼の上もすごくて、そこから日野に向かってどんどんスプレーや輸送機なんか飛んでいくんですね。もうこれも私たち地域問題として、住民問題として、隣の、市の皆さんと一緒に共にですね、このオスプレイの問題も戦っていかなければならないと思います。共に頑張りましょう。蛭田さん、どうもありがとうございました。今チラシ配っていると思うんですけれども、行動予定とあと今日のアピール決議文なんですけれども、これ人数カウントになるのでちょうど寒くて手出しにくいとは思うんですけれども、もらってない方いらっしゃいますか？今配りますので、アピール決議文と裏に行動予定のチラシになっています。それ今配りますので、スタッフが、どうぞ皆さん、まだもらってない方もらってください。後ろに行動予定表が入っています。最新の行動予定表が入っていますので、ぜひもらってください。ではですね、またスピーチに移りたいと思います。弁護士さんからの発言です。もう、2月2日にですね、また横須賀から自衛隊の、そういったもうまさに空母みたいなのが出てくるんですけれども、この自衛隊の中東派兵、1月皆さんびっくりしましたよね。アメリカが急にイランへの挑発を始めて、もうこれ戦争になるなっていう危ないところまで行きました。ここにですね、自衛隊派兵するっていうのは全くもって危ない、このどれだけ危険なのか危ないのかということをですね、専門家の、弁護士の、方からお話しいただきたいと思います。関本さん、お願いします。八王子合同法律事務所の弁護士関本と申します。寒いですね。この寒空の中ですね、自衛隊が今話ありましたように、今まさに海を渡って派兵されようとしています。行き先は、どこでしょうか？目的は何なんでしょうか？ご存知の通り、新年早々衝撃的なニュースが入ってきました。アメリカ軍がイランのソレイマニ氏を殺害したと。これによってですね、人によっては第三次世界大戦勃発ではないかとか、世界はもう破滅の2分前になってしまったと、そんなことを言う人もいました。一時の そこまでの緊張というのはですね、今は一旦落ち着いたと言われていますけれども、イランとアメリカの対立の原因自体は何も解決されていませんし、今後どういった状態になるのか誰も予測ができない、そんな中でですね、自衛隊が中東海域に派兵されようとしています。政府はですね、この行動は
アメリカ主導で呼びかけた、有志連合、参加を要請されていました。で日本はですね、自衛隊の活動というのは日本独自の行動なんだというふうに、今イランへの配慮もあるのか、そういう建前を取ってはいますけれども、自衛隊の情報官がですね、アメリカ軍に派遣されて情報を共有をする、その他有志連合の、軍隊とも、連携を図っていくということは、はっきりしています。こうした場合に自衛隊の活動は日本独自の活動であって、アメリカや有志連合、またイランなんかとも全く関係がない、そんな風に見てくれる人はどこにもいません。他の国から見れば、日本はアメリカと一緒になって、アメリカ軍と一緒になって中東海域にやってきたんだ、そう受け止めるのが普通です。で自衛隊の活動目的ですね、これは、防衛省設置法という法律に基づいて、調査と研究のためというふうな名目で、何ら国会の審理等もないままに、派兵が決定されてしまいました。でこの調査研究というのはですね、2001年でしたか、小泉純一郎内閣の時に、この調査研究という文言にものっとって、当時全く、具体的な根拠がなかったアメリカ、の護衛という目的で派遣されたこともあります。この調査活動、地理的な制約や方法、自衛隊員が具体的にどのような装備を持っていくのか、そういった限定等も何らない、いわば白紙の状態、しかも国会審議もかからない、恐ろしい、規定になっています。でこの調査研究のために自衛隊が行ったと、そういう建前には なったとしてもですね、先ほど申し上げたように、他の国から見れば有志連合と一緒になった自衛隊という実力組織がやってきた、そう 見ざるを得ません。アメリカへの攻撃があった場合にアメリカはそれに反撃するでしょう。武力行使とアメリカの武力行使と一体化する、憲法9条が明文で禁止しているアメリカの武力行使、武力行使と一体化してしまう、これをどうやって防ぐんでしょうか。自衛隊は不測の事態があれば海上警備行動に移行して、その場合には、まさに一番緊迫しているホルムズ海峡へ派遣することも排除しないと昨日河野防衛大臣が発言しました。武器を使用するかもしれない、アメリカ軍と一緒にいるときに武器を使用するかもしれない、これが武力の行使でなくて何なんでしょうか。軍隊同士が、武力を行使し合う、これが戦争でなくて何なんでしょうか。このまま自衛隊の派兵をですね進めれば、日本が本当に戦争する国、戦争に巻き込まれる国になってしまう。誰かの大事な子供、他の国で同じように育った子供、その子供同士が殺される、殺し合う、銃口を向け合う、そんな事態のまさに一歩手前にあると言ってもおかしくないと私は考えています。自衛隊、日本政府はですね、アメリカやその他の国、イランとの関係を配慮している、アメリカは同盟国、イランは友好国という建前でやっています。もし本当にそうなのであれば、必要なのは自衛隊を派兵することではなくて、仲介に最大限の努力を図ることです。日本ができる平和主義、平和国家としてできること、自衛隊を派遣することではない、仲介に努力をすること、そうではないでしょうか。大きな問題があります。私たちもこれからも引き続き、注目してしっかり批判をしていかなければならないと思います。よろしくお願いします。関本さん、どうもありがとうございました。ではですね、続きまして、この前私たち萩生田事務所に行ってきたんです。これ前も報告したと思うんですけども、萩生田さんの事務所に6項目の、公開質問状を持って行ったんですけども、全く回答されなくて無視の上に、その事務局員といいますか、マンションの管理人と名乗る、明らかに萩生田事務所の役員なんですけど、人なんですけれども、そのスタッフが、私たちにバカ野郎とか、なんかあっち行けとか、警察やるぞとか言ってんですよ。そういうことに対して謝れっていうのを謝罪させに、来ました。で今お話しした関本弁護士さんも来てくださって、一緒に萩生田事務所に行ったんですけれども、その時の回答が来たというので、土岐さんの方から報告をお願いしたいと思います。土岐です。寒い中皆さんご苦労様です。萩生田氏がね、八王子の、首相の側近中の側近と言われる萩生田さんが文科大臣になった、そのことでですね、私たちは6項目の公開質問状を出しました。一番皆さんが関心ある加計学園疑惑の当事者がなんで文部科学大臣になったのか、これは市民が考えるに
文部科学省っていうのは加計学園の監督官庁ですね。そこの中に眠っている証拠資料、これを全部廃棄してしまうんじゃないか、こういう疑いがある。これについてどう思うか、あるいはさっきも先生から話がありましたけども、身の丈発言、ね、本来教育の機会均等を守らなきゃいけない文科大臣が何であんなことを言ったのか、これは憲法違反じゃないか、その他含めてですね、愛知トリエンナーレの問題も表現の自由を脅かす、これ許せない、憲法違反だ。そしてあとは、文科大臣の部屋に教育勅語が掲げてある、これは日本国憲法でその執行が確定したにもかかわらず掲げているっていうのは憲法違反だということを含めてですね、公開質問に出したんですね。でそれからもうすでに2ヶ月近くになるのに全く回答がない。でこれをほっといちゃまずいということで、回答がないのは、一つは私たちが指摘した問題がまさにその通りで回答できない、回答不能だということではないか、もう一つは少しでも何か言ったら新たな疑惑につながるかもしれない、だから回答できないんだろう、もし回答しないんだったらそのことを確認しますよという文章を持ってったんです。で昨日電話がありました、回答できない、これはもうすでに私たちが言った通りだということになりますね。もう一つは今さっき石山さんが言われましたけど、妨害行為、これは誰が見てもその時の事務所の関係者だということも分かってますのでね、その謝罪とそれから再発防止、これの確約をしてくれた、昨日電話がありまして、あの人は事務所に関係ない、だから回答もしないし謝罪もしないしっていうことなんですね。それはおかしいと、みんなが見てんだ、もう一度考え直してきちんと回答するようにと言って分かりましたということで持ち帰りましたけどね、とにかく私たちは黙っていないということで、これからも戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで回答できないと、で回答するかどうかも分からないと、あれ回答できないと言われたんですね。回答するかどうかも回答できないってこの前言われて、でも明らかに事務所の人なんです、お疲れ様ですって言って5時ぴったしになったら萩生田事務所の中入ってきたんです、マンションの管理人さんが。これどう見ても関係者でしょうって話なんですけれども、まあこういうことでした。まあこれでですね、また萩生田事務所に行く理由ができたなと思いますので、またぜひ呼びかけますので皆さん一緒に来てください。なんか大人数で来ると困るって言ってましたけど、大人数の定義が分かりませんと言っておきましたので、ぜひ皆さんと一緒に本当に八王子市民のね、そういった疑問にも答えられないなんておかしいでしょっていう声を上げていかなければならないと思うので、ぜひ、またお知らせしますので、その時は来てください。よろしくお願いします。ではですね、皆さんのところにカンパ袋を持ったスタッフが参ります。もう本当に寒くて寒くて手がかじかんで、こんなところからお財布なんか出せないよって思われると思うんですけれども、カンパ袋に雪ばか入らないようにぜひですね、皆さんの雪も一緒にお金も一緒に入れて、また来月の八王子アクションができるようにどうかよろしくお願いします。本当に寒くて雪が降る中で皆さんに乾杯をお願いするのは申し訳ないんですけれども、もうこれが全ての私たちの大制限となっております。チラシ代に電池代、他にもですね、いろんなものを作ったりするのにお金がかかります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、パフォーマンスに移りたいと思います。皆さん新作ができました。で、この本当はスゴロクやりたかったんですけれども、雪なのでスゴロクはできませんので、今日はこの阿部さんの新しい紙芝居ができました。これあれ作ってくれても、あ、増島さんいらっしゃる、紙芝居作家の増島さんです。はい、はい、この増島さんって八王子市民の増島さんが作ってくださいました。いつもありがとうございます。拍手お願いします。ありがとうございます。では新作の、紙芝居アベリンピックではお願いします。どなたか。皆さん、私阿部蔵でございます。
待ちに待った2020年安倍総内閣主催のパラリンピック開幕ではありませんか。私は野球代表の安倍総です。嘘とずっとボケの二刀流で国民の皆さんをキリキリ舞いさせてご覧に入れます。おや、副総理の笹生選手、あなたは何の代表ですか。笹生です。見りゃ分かるだろ、スニーパンツ入ってるじゃねえか。帽子はコートは脱がないんで泳ぐんですか、笹生選手。俺が裸になるとセクハラって言われるからよ。これは新しい種目、北ももをよける着衣だ。どうだ、前代未聞、未曾有だろう。なるほど。ところで官房長官のスカスカ選手、あなたは陸上の代表ですね。官房長官のスカスカです。そう、行くがいい。海の話はしたくないんでしょ。辺野古の埋め立てとか原発汚染水の垂れ流しとか海のこと聞かれてもわしは知らんぷりじゃ。なるほど、それで冷たい話、令和ですか。他の選手はどうですか。環境大臣の野口です。サッカー代表です。今年も暑いですね。あんまり暑いので太陽まで燃えていますよ。まさにクールでセクシーな気候変動ですね。防衛大臣の河野選手。河野です。何言ってんですか。野泉選手、太陽が燃えてるのは当たり前でしょう。それより気候変動は僕の方ですよ。なぜか傘のわけわけ雨がザーザー。それはあなたが雨男だからですよ。それに比べて私は色男ですから。それを言うなら魔男でしょ。やっぱりみんな体育会系ですか。八王子の萩生田です。ラグビー代表です。ヘイ、安倍総総理、かけそばパス。かけそばなんて冗談じゃありませんよ、八幡選手。でも僕と総理とかけそば理事長はワンチームだったじゃないですか。あきゃ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 、詩人のあきこです。詩人なのにアベリンピックのカーリングに出場してます。あっきゃきゃきゃ、安倍蔵さん、森友食堂の森そば一丁。森そばなんて見たくもありません。桜を見る会の名誉と一緒に森そばをシュレッダーにかけてください。おう、いよいよ表彰式だぜ。お、全員金メダルじゃねえか。やったぜ。そうそうさん、違いますよ。この字は金は金でも出入り禁止の金ではありませんか。そうか、俺は漢字が読めねえからよ。おや、スカスカ選手、その漢字なんて読むんだ。これは新しい言語です。アベリンピックは勝率 0% ゆえに新しい言語は対人であります。アベリンピックは桜が散る会になってしまった。じゃんじゃん、おしまいです。はい、ありがとうございます。本当は皆さんにゆっくりこの
お芝居も見せたいんですけど、紙芝居の絵を見せたいところなんですけども、今日せっかく描いてくださったのが濡れてしまうので、また来月ね、綺麗に見せられるといいんですけれども、はい、ありがとうございました。ではですね、続きましてお忙しい中、各党の市議会議員さんがいらしております、新年の挨拶をお願いしたいと思います。まず最初に、共産党、日本共産党の八王子市議会議員の伊藤博和さん、お願いします。お集まりの皆さん、本当に寒い中ご苦労様です。市議会議員の石井博和です。伊藤また共産党の参議院議員の山添拓さんからメッセージを寄せていただきましたので、はじめにこのメッセージを代読させていただきます。2020年最初の戦争をさせない八王子市民集会に参加された市民の皆様に連帯の挨拶を送ります。トランプ大統領は戦争を止めるためと言いながら中東地域での先制攻撃を行いました。軍事的な挑発がイランの報復措置を招き泥沼化しかねません。自衛隊の中東派兵などもってのほかです。戦争によって物事を解決する時代はいい加減に終わりにするべきです。武力によらない平和を掲げた憲法9条を安倍首相から守り抜き、本格的な平和外交の政治へいよいよ踏み出したといえる一年にしようではありませんか。桜を見る会にカジノ汚職、腐敗と不正をとことん重ね、国民には消費増税と社会保障の連続改悪を押し付ける戦後最悪の安倍政権に今年こそ退場の審判を下す時です。社会と経済のありようが世界的に問われる2020年代です。格差と貧困、気候変動、いずれも利益第一の資本主義の下で解決できない困難に直面しています。人類社会の存亡が課題となる中、本当の社会変革が求められます。国会でも全国各地でも市民と野党の新しい共闘の動きも広がっています。ご一緒に憲法を希望にして新しい時代を切り開いてまいりましょう。集会の成功と八王子市民の運動の前進を願ってご挨拶とさせていただきます。2020年1月18日日本共産党参議院議員山添拓、こういうメッセージです。今ちょうど共産党の大会というのを伊豆の方で行っていて、山添拓さんはじめ国会議員の皆さん、その他そこで5日間にわたって話を続けて、今日が最終日になっているところです。この大会で私たちやはり市民の皆さんと、そして他の野党の皆さんと、これまで以上にこの連帯を広げながら本格的に野党の連立政権を作る、このために全力を尽くしたいと思っております。そのためにもこの安倍政治を終わらせて、そこから転換をしていく、その方向で3つを特に確認をする、こういうことを強調しています。第一に憲法に基づき立憲主義、民主主義、平和主義を回復する。第二に格差を正し、暮らし、家計応援第一の政治に切り替える。第三に多様性を大切にし、個人の尊厳を尊重する政治を築く、こういうことを本当に皆さんと一緒に確認をしながら進めていきたいと思います。私も八王子でも市議会でも多くの皆さんと一緒に八王子で、八王子から変えていこうと思いますし、さまざまな違いがあり、こういう違いを認めながら、それぞれお互いに尊重しながら、この運動を皆さんと進める、こういう年に、そして2020年代にしていきたいと思います。ぜひご一緒に運動を進めていきましょう。
石井さん失礼しました。石井弘和さんです。あまりの寒さでこんな長く一緒にやってるのに名前も間違えてしまって、大変失礼いたしました。石井さんありがとうございました。それではですね、続きまして、あ、今度は名前間違えましたけど、もう一人八王子市議会議員の無所属の森義彦さんです。お願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました八王子市議会議員所属の森義彦でございます。本当に八王子すごいですね。雪にも負けず寒さにも負けず、これだけの方が集まっていただいているということでですね、本当に平和を求める市民がこれだけいるということを本当に勇気づけられます。という私の口はですね、もともと喋るのあまりうまくないんですけども、寒さに早くも負けそうになっているんですが、今日ですね、私も地方議員の立場から一つ皆さんにご報告させていただきたいことがあります。前回12月のですね、八王子アクション参加できずに申し訳なかったんですけども、ちょうどその時行われていた八王子市議会の方でですね、八王子市に新しい条例が生まれました。公文書管理条例という条例でございます。これはですね、全国の自治体でも30もない自治体で、東京ではですね、多分3例目かな、東京都と豊島区と多分世田谷区ぐらいでしかですね、まだ作られてないんですけども、3端までは初の公文書管理条例でございます。ちょうどですね、私この条例のことについてはですね、私が昔所属していた八王子自治研究センターですとか、今日来られてますかね、前市議の陣内さん、こういうですね、条例作ってくれということで長年活動してた、そういったものを結実したということで大変喜ばしく思っております。この条例を作るってことをですね、前からやったんですけど、まさかですね、条例化しそうなそのタイミングでですね、国の方が、桜を見る会でですね、公文書ありません、捨てちゃいましたとか、知り合いにかけちゃいましたとかですね、とんでもない嘘をつきまくる、公文書の管理が全然なってないということがですね、起こるとは夢にも思っておりませんでした。このですね、条例を、なんでこんなですね、ノーボーの場所で喋っているのかといいますとですね、多くの方はもう説明するのではないかもしれませんけれども、市民がですね、行政をしっかり監視する、これがですね、平和につながっていくからなんです。この前ですね、憲法学者の木村壮太さん、私と同じ大学の出身でですね、同い年なのにもう憲法学者ですごいなといつも思ってるんですけども、すごいいいこと言ってました。憲法というのはですね、国が犯した失敗リストだと、国民主権、それからですね、戦争放棄、それからですね、基本的人権尊重、これが書かれているのはかつて日本が、人権蹂躙をして独裁をして戦争したこの失敗をですね、もうしないために憲法を作ったんだというふうに言ってました。この憲法の中にですね、大きな一つ、私はすごくここを重視してるんですけども、地方自治というのが含まれております。やはりですね、中央集権国家があって、そして軍閥と財閥が手を結んで、国をですね、誤った方向に導いてた、だから地方自治を作って、市民がですね、行政を監視するようにしたんだ、こういうこともですね、一つのですね、平和のための一つの大きな道具なんです。そして、この公文書管理条例、これはですね、情報公開請求とですね、ワンセットとなっておるものでございまして、いかにですね、情報公開する制度が整っていても、文書が存在しなかったら確認しようがない、だから、情報公開条例だけではダメなんですね。ここに公文書管理条例がしっかり組み合わさることによって、市民は初めてしっかり行政をチェックすることができる。だから八王子でこのですね、条例ができたということは本当にですね、平和にとっても意義があることなんです。子どももですね、この文書、市民がですね、行政しっかり噛んでいくということに関して私も力を尽くしてまいりたいと思っております。今年も一年よろしくお願いいたします。森さんどうもありがとうございました。本当にこの心強いですね、こういった八王子市議の皆さんと八王子市民の本当に共同の戦いで5年間八王子アクションやってまいりました。これからもですね、共に頑張る、そういった八王子でありたいなと思います。ではですね、一緒にコールを上げていきたいと思います。寒いのでもうメロディーコールをしたいと思います。どうぞどうぞ前に来てください。はい、さあ、いっぱい言うことありますよ。自衛隊派兵も入りましたからね。はい、それでは皆さんは安倍政治を許さないと言ってください。私は数々の悪事を言いますので、それでは皆さん安倍政治を許さないと言ってくださいね。はい、自衛隊派兵許さない、安倍政治を許さない、オスプレイ配備許さない、原発再稼働許さない、安倍政治を許さない、
戦争参加許さない、辺野古を埋め立て許さない、改憲発議許さない、女性差別許さない、軍事費増強許さない、政治の私物化許さない、憲法改悪許さない、カジノ法は許さない、安倍政治を許さない、はい、ありがとうございます。あ、萩生田さん言うの忘れちゃいましたね。ありがとうございます。 ありすぎて、いつもね、私もコールやってるんですけど、あれがなかったとかこれが入ってなかったとか言われるんですけども、あまりにもありすぎて、なので皆さんもね、怒り、もう怒りにですね、慣れないようにしなければならないなと思います。では、市民団体の一言決意を、お願いしたいと思います。では皆さんどうぞどうぞ、あの市民団体の皆さん一言決意表明を始めますので、はい、ではじゃあ一番最初は救助の会、はい、元八東救助の会です。安倍政権は憲法を改悪するために躍起になっております。憲法9条を改悪することは戦争への道であることは明らかです。憲法9条は日本の宝です。世界で注目しています。皆さんも共に9条を守るように頑張りましょう。以上です。日中友好協会です。私たちは中国の国民と草の根の民間交流を進めています。今香港問題、ウイグル問題、中国の国内問題とはいえ、民主主義と基本的人権は世界共通のものです。力による解決ではなく、あくまで平和的な解決を望みます。共に頑張りましょう。こんにちは、プリズナー市民の会です。この前、この大野さんが中東に自衛隊派遣するっていう話をしていて、本当に私はがっかりしました。中東の専門家の方々が口々にあの地域に自衛隊を送るのは本当に最悪の手立てであると、決してやっちゃいけないっておっしゃっていました。いろんな口実を与えることになるだろうという、そのことを納得してたんですが、それをやっぱり派遣したんだなっていう、そしてどっちかにつくしかないって思い込んでるのは、やっぱり小野寺さんが言ってました、価値を共有する人とつながっていくんだ。そうじゃなくて、平和憲法を持っている日本の政治だったら、対立が激しい中で平和憲法の国であるという立場での役割があるはずです。そのことをやっぱり大変かもしれないけど見つけていってほしい、そういう政治家であってほしいと思う。さっき嘘と嫉妬ボケの安倍政治と言ってました。本当にそんなことばっかりやっている安倍政治、怒らなきゃいけないなって思います。私たちできること少ないですが、毎月1回ピースウォーク、デモをやっています。そして、日常的に周りの人と一緒に起こっていきたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。市内の中学校で社会科を教えている佐々木と言います。お正月なので鶴と亀の絵を持ってきました。広島の平和公園ね、鶴有名ですよね、原爆のこの像、亀ご存知ですか？
亀の像もあるんですよね、平和公園に。韓国人の原爆犠牲者の慰霊碑です。僕夏休み明けにこの2枚の写真見せて子供たちに考えてもらったんです。でちゃんと子供たちまっとうにね、原爆の前には日本人も韓国人もないよね、みんな焼き殺されちゃうんだから、もう日本も韓国も協力して原爆なくそうって世界に言えばいいのにとかね、そういう意見言ってくれます。そしてこういう授業やるとね、あーすっきりしたとこがいっぱいいるんです。なんでか、今韓国の文化って子供たちに結構浸透してるんです。あの芸能もそうですけれども、スポーツだとかお料理だとか、あの韓国のもの好きな子いっぱいいるんです。でハングル文字を僕に教えてくれる子もいます。そういう子たちがこの夏休みね、すごく辛い思いしてたんですよね。テレビつければ怖い顔して韓国編って言ってる子がいっぱいいる、人がいっぱいいるけど、これですっきりしましたと。在日コリアンの子たちもみんな仲良くしてやれていいんだよねってことを言ってきましてくれています。はい、あのオリンピック・パラリンピックということで8月まで限定のおもてなしじゃなくてね、まあ、それも悪いとは言わないけども、もっと子供たちの普段の生活の中でのなんかこういう友情を育てていきたいと思います。以上です。はい、金八デモの代表です。毎週金曜日船堀公園で6時から、集会を行い、6時半からデモをしています。318回が昨日でした。今度は319回に向けて頑張ります。よろしくお願いします。サビナガご苦労さんです。憲法9条世界未来のサンタマ9条例です。私ちょっと違う角度で最近知ったんですけども、自殺者が3万人を割っているんですが、実は10代20代の自殺の方が増えています。で、そういう方は昔の行動の中に重ね合いを持って入るのと同じで、毒とかそういうのが世の中に発生していると、子どもたちの生きていくそういう未来がだんだん消えていくっていうのがカナリアと同じそうです。ですからとにかく桜を見る会行こう。あんなこんな時代の中で子どもたちが本当に希望を持って生きれるかどうかということになってきているというふうに思います。がっかりしますけども、そのためにもぜひみんなの力で安倍政権を倒していきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。本当寒くてとうとう私のボールペンが出なくなるような状態のぐらい寒いんですけれども、一部ですね割愛しながら八王子アクションのアピール決議文を読み上げたいと思います。読み上げは花澤さんにお願いしたいと思います。手元に皆さん八王子アクションのアピール決議文をお持ちでしょうか。持ってない方配りますのでお願いします。あ、準備よろしいでしょうか。第54回ノーウォー八王子アクションアピール決議。私たちはアメリカのイラクでの無法な空爆によるイラン要人殺害を厳しく非難します。両国および関係者に対し全面的な武力衝突戦争にならないようにするとともに、アメリカにはイラン核合意に復帰し外交努力で問題を解決することを求めます。緊張が高まる中東へ自衛隊を派遣することは無謀であり、直ちに中東派遣の閣議決定を撤回することを日本政府に求めます。安倍首相は新年早々から会見発言を繰り返しています。私たちは草の根の運動を大きく広げ、自衛隊を明記する安倍9条会見発言を必ず食い止めます。桜を見る会疑惑は税金による後援会員の接待という買収行為、マルチ商法の会長を総理枠で招待し被害を拡大したという大問題です。しかも招待者名簿を徹底して隠す公文書管理法違反も明らかです。政治資金規正法違反や虚偽答弁など安倍首相に直結した問題ばかりであり、国会で説明責任を果たすことを求めます。それができなければ辞任と議員辞職を求めます。私たちは日本政府が過去の植民地支配に対する真摯な反省を前提に、韓国との対話による日韓関係の改善、両国の平和と友好の関係を築くことを強く求めます。私たちは安保法制など憲法違反の処方率の廃止、アメリカ兵器の爆買いをはじめ軍備拡大の中止を求めます。また日本政府が
核兵器禁止条約に署名批准することを強く求めます。私たちは辺野古の米軍新基地建設を直ちに中止し、普天間基地の即時返還と日米地位協定の抜本的な改定を求めます。私たちは原発の再稼働を中止し、再生可能エネルギー中心の政策を確立すること、火力発電所の新増設を中止し、日本政府が気候変動対策への国際的責任を果たすことを求めます。私たちは騒音被害や市民を危険にさらすオスプレイの飛行中止と配備の撤回、また自衛隊への導入中止を求めます。重要閣僚相次ぐ辞任、繰り返される暴言失言、嘘偽り、市民の声を聞かない強権政治を続ける安倍政権に国政を担う資格はありません。市民と野党の共闘をさらに広げ、来るべき総選挙で安倍政権を退陣させ、立憲野党による連合政府を作り、立憲主義、民主主義、暮らしを応援と人権尊重の政治、嘘のない公正な政治を実現しましょう。2020年1月18日第54回のノーホー八王子アクション参加者一同、以上です。ありがとうございました。で、行動予定ですが裏に書いてあります。ぜひ読んでください。ほぼ毎日あるような状態です。国会も20日から始まります。2月2日にはまた自衛隊の派兵が始まります。これの抗議行動の緊急の行動も書いてあります。これまだネットで広まってないんですけれども、皆さん見てください。28日です。で、来月の八王子アクションは2月16日、今度は2時からこのマルベリーブリッジで集会を行った後パレードもあります。いろいろスタッフの皆さんとても必要なので、どうぞたくさん皆さん集まってください。また来月も頑張りましょう。今日はこの寒い雪の中、1時間も一緒に集会に参加していただき本当にありがとうございます。心強いです。また来月も頑張りましょう。ありがとうございました。寒い